ある日私のところに一通の手紙が届いた。それはレストランに行くと僕はいつもうどんがいいかスパゲティがいいかわからなくなってしまいますという投書であった。確かにその通りである。そこで我々は以下30項目にわたる実験を行ったのである。重量測定、温度測定、具の計測、面の全長、耐圧テスト、耐震テスト、耐水テスト、腰の強さ、冷凍テスト、総合テスト、食事時間、ペーハーテスト、落下テスト、風洞実験、気候実験、動物実験、食事実験、明度実験、水分測定、カロリー量測定、栄養バランス、耐久実験、感覚テスト、知能テスト。重量測定は丼が重くてうどんが勝った。温度は測っているうちに冷めていった。ここで具の種類と量の測定である。明らかに数丼は質量ともにスパゲティに負けていた。麺の引き上げには細心の注意が払われた。結果はうどん11メートル15センチ、スパゲティ17メートル20センチであった。潰れましたね。この結果見てどうですか先生。地震の時にはうどんを食べないことですね。これはどちらが強いんでしょうか。腰の強さを調べるためにホンダの車2台で慎重に引っ張ってみた。氷点下の過酷な条件下で凍らせてみた。翌日、氷になったかどうか確かめるためにかき氷にしてみた。確かにうどんですね。これも確かにスパゲティですよ。ではここで総合的に比較してみよう。細かいことにはこだわらず全体をミキサーに入れてみた。この実験はうどんとスパゲティを交互に10回ずつ、つまり合計20杯食べてもらい、それぞれの平均時間を求めようというものである。被験者の細かい表情に注目していただきたい。よく食べますね。若さですね。このあたりからペースが落ちてくるんですよね。しかしここでアクシデントが生じた。それまで順調に食べていた被験者が4杯目のスパゲティ、つまり合計8杯目の時点で実験を拒否。健康状態の悪化を訴えたため翌日に実験を持ち越すことにした。翌日すっかり元気を取り戻した被験者は難なく10杯目をクリア。データがまとめられた。リトマス紙でペーハーを測ってみた。赤くなりましたね先生。スパゲティですからね。では屋上から落としてみましょう。すごいですね。うどんの丼割れませんよ。しかしもったいないですね。これはうどんとスパゲティが仮に空を飛んだ場合の空気の流れを調べるものである。では実際に飛ばしてみましょう。
うどんの方が遠くへ飛びますね、先生。食べ物を粗末にしちゃいけませんね。これはそれぞれを動物に与えた場合の反応を見る実験である。次はスパゲティである。明らかに反応が違いますね。はあ。成長の早いカイワレの種でどちらが発芽に適しているかを見る実験である。3日後、なんとうどんの方からは芽が出たのである。要するに明るさです。真っ暗ですね。これは水分を測定するために乾燥させる実験である。便利なものができましたね。やめてもらいたいですけどね。カロリー量を測定するため、うどんを食べた後、全力で走ってもらった。つまり、走った距離イコールカロリー量というわけである。なお、被験者は昨日から何も食べていない。次の日、スパゲティを食べた後、同じく全力で走ってもらった。なお、被験者は昨日のうどん以来何も食べていない。栄養のバランスを測定するため、目隠しをして片足で立ってもらった。それぞれの耐久性を見るために、1週間後のスパゲティ、1週間後のうどんを食べてもらった。普段こんなことしますかね。うちの近所にはいませんな。それぞれの面に電極を置いて刺激を与えてみた。針では反応がないようですね、先生。死んでるんじゃないですか。では電気ショックを与えてみましょう。先生、反応しましたね。そりゃそうですがね。最後に中学校卒業程度の数学のテストをやらせてみた。どちらも手をつけてませんね。問題が難しすぎたんでしょうか、先生。これくらいは解いてほしいですね。一通り実験が終了しましたが、結局うどんとスパゲティのどっちがいいんでしょうか、先生。そんなこと悩んでないで、そばかラーメンでも食ってりゃいいんですよ。そばかラーメンですか。私はそばが好きですけどね。私はラーメンが好きです。